いや、そうそうそう、こっちこっち。いい、分かった、こっち。そうそうそう、こっち。いい。こっちこっちこっち。こっちが E で、こっちが F です。で、E がですね、12名。で、F が11名です。確認してくださいね。12名。OK、はい、12名。あの、11名ですので、11名ね、あの、席所が2箇所あります。必ず確認してください。それではですね、おかたりです。私もおかたりです。じゃあ佐藤さん、はい、ちょっと私のほうに。あ、すみません。じゃあこんにちは、どうも。こんにちは。いらっしゃいました。でこれからのガイドツアー、約1時間半、皆さん3箇所ご案内します。うん、で注意事項があります。まずタバコ、禁煙は庭内庭園とも禁止になっております。うん、ご協力お願いします。もう写真ですが、三脚はやめてください。三脚ダメ。それからフラッシュもやめてください。それから時間に限りがありますので、ガイドの指示に従って次に移動するときはどうぞこちらへ来てくださいって言えばそれに従ってください。で写真だとどうしても伸びますから、時間がね、そこで打ち切ってご協力をお願いします。それから最後にアンケートありますからご協力をお願いします。それでは今日の E チームの竹内ガイドをご紹介します。竹内さん。竹内です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐藤、よろしくお願いします。はい、お願いします。に従ってください。お願いします。いってらっしゃい。はい、じゃあ向こうのでちょっと説明しましょうか。はい、別荘を持った方なんですね。もうそのうちこれから回るのはですね、順番に申しますと大熊邸から行きます。大熊新六甲ですね。それから陸奥宗江港、宗石港、それから伊藤広部総六甲が総六甲です。それでは、向こう西園寺金持ち港、はい、西園寺金持ち港を書いてありますが、そこは歩いて西の方にちょっとこう森がこんもりしているところがありますが、あそこが、ね、西園寺港の別荘だったところです。今はその後池田信明という方に譲りまして、今建物が残っております。それと三井住友銀行の、寮になっております。それから皆さん今日ですね、入園券配られたと思うんですが、このガイド終わった後、はいはい、大熊邸の方は庭園の方を見ることができます。ただこの総楼閣がですね、この後ろに実際に総楼閣があったところもご案内しますが、ここを一旦出ますと再度入ることできませんので、よろしくお願いします。それからこれから大熊邸、大熊邸の寮行くんですが、ここもちょっといろんな指導、私どは歩道がありまして、やはり歩道を歩く人もおられます。それから近所のことがございますので、古川邸の入り口までちょっとガイドをしませんので、よろしくお願いします。できたら右側通行でお願いいたします。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。
この辺の松の木ってもう当時からのなんですかね。まあちょっとすごく若いのもありますけど。はい、12名です。じゃあ、はい、それではここから始めたいと思います。今日ようこそお出いただきましてありがとうございます。まあ、大磯はですね、ちょうどこれ明治150年と記念庭園をですね、世界には PR しようということで、国土交通省の国のですね、施策で行っております。まあ、皆さんご存じのように明治元年というのはちょうど1868年で、今年が150年だということで、その時にですね、今瀬古丼などやってますけども、江戸時代から慶応、それから明治にですね、移る段階で、国自体が今みたいな立憲政治、というか憲法を中心にした国ではなかったわけですね。だからいかにして先進国に追いつくかということで、それで条約もですね、不平等条約、日本の不利な条約をですね、いろいろ結ばれました。それを一応改正していってたのが明治の偉い人たちのあれだと思います。それで、ここに書いてありますようにですね、明治元年かちょっと150年にやっておりますということで、明治以降の近代の歩みを皆さんにご理解いただくということで、一番大きな今まで江戸時代と違うのは、明治憲法の制定、それから議会の開設ということで、憲法と言われますと明治22年に発布されたんですが、実際にすぐですね、憲法をやれてすぐできるものじゃないんですね。その前に岩倉使節団ってご存知かと思うんですが、明治4年にですね、岩倉智美を筆頭に伊藤博文とか、アメリカ、ヨーロッパ、それ一応勉強にしに行ってました。だからそれが1年以上こう開けることになってたんですね。それだけ憲法に対する知識を勉強してきたと。それ主に勉強したのは、イギリスと、それからドイツ憲法、ビスマル憲法ですね。それを一応大いに勉強してたということで、ドイツ憲法が基本になって、日本帝国憲法ができたと。そういういろいろのですね、展示がですね、そちらの今回は最初に大隈邸を回ります。次に睦邸を回りまして、これがどうして古川邸になったかというと、大隈邸がですね、古川一兵衛さん、古川財閥ですね、道とかそういうので有名なんですが、足を古川一兵衛さんという人は京都の方の生まれだったんですけども、いろいろ家が落ちぶれて、東北の盛岡の方のおじさんに弟子を起こしまして、それで才覚を表して、キートとかそういうのをやりまして、あとは本当は足尾銅山というのはもう掘り尽くされてるんじゃないかと言われたんですが、いやまだあるはずだということで、それがうまく開発して成功して、現在の古川財閥を築いたと
そういうことを一応歴史の中に一応入っていきますよね。ぜひそれをご覧になってですね、まあ、あの実際にまあ歴史的なことはいろいろ本などで皆さんご存知かと思うんですが、実際にどういったものがあるのか、そういうのをですね、あのご覧いただきたいと思います。はい、ワイドさん失礼ですけど、はい、もしかして歴史の先生？いやいやいや、そんなことじゃないです。大学とか？いや、本当のあのボランティアです。あ、はい、あの一生懸命勉強してますからね。ああ近所にお住まい？はい、そうです。これ市内にお住まい？町に入ってます。あ、はい、いいですね、こう。そうそう、こういうこのですね、フリーカー島がオープンされるのは全て120年経つんですけども、一番こう初めてなんです。ですから皆さんやはりこれ海を見ぜひ学んでいただいて、やっていきたいと思います。これですか？あの照明玄関、こっちに、ね、はい、順番に入ってみます。あ、はい、あ、建物これなんですね。もっと向こうの方は、あ、あっちの方。あ、はいはいはい。こちらが大隈さんの別荘なんですが、普通あの玄関はですね、西向きは作らないと思うんですね。それ今ここにマンションができてますけども、これ鍋島直弘さんのこの別荘だったんですよ。今ちょっとあのそこではちょっと説明できなかったんですが、結局鍋島さんっていうのは佐賀藩の藩主でして、大隈さんのお父さんで働くことで、やはりあの玄関をあの、まあ、お尻というんですかね、それを前のに向けて混ぜていて、まあ、玄関に、まあ、西側に来ている。ですから普通で一般の家はあの玄関は東側とか東側に来ても、僕は窓側を選定しているので、それでご主人、なんかあのこのクスノキというのは僕の佐賀のなんか見木というのを聞いたんですが、あのクスノキがあってですね、やっぱりあの県のあれってクスノキが割りにございます。お、茂信別邸、あと別邸の方はまたあげますけども、はい、まあ、大隈さんとこれ奥さんの写真ですよね。こういうふうな、はい、それであとは今まだ現在あるね、大体むつさんの方はあと大正12年の関東大震災で一応潰れてます。それで一応再建されたんですが、大隈さんの方はそのままの当時の建物です、うん、倒れなかったということですね。いろいろな、だから増改築があるようですけども、そのままの建物になっています。あと中に実際どうなっているか一応ご覧いただきますので、それであの特にあの靴を入れるものはありませんので、玄関のところに置いていただいて、はい、間違いのないようによろしくお願いいたします。で準備に入ります。お願いします。またあの中段差がありますので気をつけてください。こちらはですね、大隈さんのところ の、 あの大鏡といいますが、あのこの裏が銅板になっているんですね。
これは、ね、古川邸になってからの一応あります。大隈さんの後からですね。それであの古川さんは銅で、足を銅でですね、銅で一応成功になりまして、それを一応これがあの下が銅で、それが鏡が吹いてあると、あと木の枠があると、こういうの大きな枠があるんですね。そこからこちらが一応応接間になってました。当時それまあ大隈さんはですね、ここにあの蘭がすごくあの、まあ、好きでして、これはあのここの大磯の味じゃないんですが、もう東京のお住まいの方に一応蘭があったということで。まあ、それであの、まあ、東京の方はですね、こういうのお客様を呼んで、一応園遊会とか、そういうのを一応催したりするんです。そこ大きな。ここに今小さなお写真がありますけども、花を愛したということですね。じゃあ上の方へ上がりましょう。おお。一応このあのまあ両方あって富士の間、富士山の富士の間ですね。以上言われております。あのこれ全体こうあの廊下含めまして40畳ありまして、よく大隈さんはこちらで、ね、あの人を呼んでこちらで宴会などをなさったそうです。なんか年間2万2000回やったと、そういうことも言われています。ちょっと今日伊藤博文って中は入れませんので、これいろいろ中にあったもので伊藤博文の資料としてこちらの方で展示してあります。それからこれ伊藤博文 の銅像あの肖像画なんですが、元はあの西郷町の東青年会館に飾ってあったものだそうなんですね。でまた元々あの伊藤博文はあの線路の向こう側の方にも別荘を持ってます。池があったら皆さんご存知でしょうか。そのところのですね、あの別荘にあったのを青年団がいただいて、こう現在あると。当初ですね、ここにあの日本人の書いてあるじゃないかというですね、ゴールマン、今に行くか、実際にこれ研究しましたら、この人の名前というのはイタリア人の画家の名前だと、これ最近ちょっと私のに報告がありました。まあ、こういうふうな、それでこれ、あの、総録、一応読みは総録、まあ大体、あの、人生は、あの、自分に与えられたように、こう、結局のいうことで、まあ、総録はって理由があるんですが、これが、部屋、日本語の意味ですと、やっぱり総録室になっている。ですから、これは一応、あの総録は、あの、和漢、洋漢和漢とありまして、和漢の部屋のところに、それで大隈重信の方はですね、あの、これ大隈重信の実際の、それで大隈さんは、これ一応だと見当たったし、それで本で登っても珍しい。それで、あのやっぱり憲法というのが一番大きな問題でして、立憲国会に実現に向けてですね、それで、あの伊藤博文が、岩倉市での出願に行ったときに、したいんというか、ちょっとあの先生から一応勉強なさって、憲法を勉強したそうなんですね。その後にですね、あのこれあの、海田信義という、これはあの薩摩の藩主なんですが、その方をまた憲法の研究にあの派遣されまして、その下院先生に教わったそうなんですね。その時に、いわゆる国家というのはこういうものだと、ちょうど人間の体にこう例えてあります。あの君主、それから人民は一番足だと。
あと行政、それから内務、外務、そういうのを一応習いたくて、こういうのを一応勉強したので、その時のノートになります。それがこれがまあ、横浜のですね、金沢にあります那須島っていう別荘で一応憲法草案を代表的な人から一応検討しまして、まあ明治22年に発表するあれになったということです。これがその当時の原稿ですね。こちらの今遺体がありますけども、これは早漏閣の廊下にあったものなんですね。そこに書いてある明治天皇からいただいたということで、はあ、これは憲法って知ってる、うん、これは明治の今の日本国憲法であって、その前に最初に読んでいた第日本帝国憲法というのが一応あって、最初は日本の神経で五箇条の御誓文とかあって、場合に公論に適する人はありますけども、これが岩倉使団とか、それから学校で学んだ人とか、それから皆さんが外国で学んで、イギリス派と、それから欧米派、特にドイツ、それとドイツが優勢でしたので、そういうことをドイツが憲法に入っているということです。大隈さんと言っているのは、その憲法をどっちにするかというと、全部燃えたいと。それ、ところがですけども、しかし、書院が、書院作りになっているんですけども、一応これ、差別ゲームの好きですね。これだけの好きなのか、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 使っているのは、すごい、立派なようです。こういうふうに廊下も古い部屋を取ってあるというんですね。これが富士の間です。40畳ありまして、この飾りがためにあんまり大きく見えないと思いますが、このところですね、テーブルをやって、それで皆さんで歓待したそうなんですね。それで大隈さんは50歳ですかね、ボートに足を爆破されたんですね。ですから右足がないんですよ。それでここでいつもテーブルで一応やってたりです。次のやつ。はい。それであいろいろこちらですね、多分皆さんお感じかと思うのは、地球の主婦ですよ。これ当時まだですね、刀でなんかやれるっていうか、そんなあれが恐怖があってですね、やっぱり足を取られたことがあったと思うんですね。で、主婦。その刀が振り回せないように。そうです。あ、確かに。これ富士の間のガラスの、ここ今ガラスがありますけども、これ旭ガラスに開発された機械式円筒砲で作られたガラスです。それで屋根はアルミカラバルなんです。もともとは茅葺きだったんですが、関東大震災で一直の付け替えだということで、アルミ板になってます。で、次、神代の間、本読みお邪魔します、はい。こういう透かし彫りというのはやはりね、素晴らしいやりですよね。
ほうほう。皆さんよろしいでしょうか。うん、こちらの間ですね、神代の神の城代ですね、間といいまして、あの神代杉がふんだんに使われています。まあ、あの神代杉というのは、まあ、あの火山の爆発とかいろんな川の流れによって地下に埋もれた杉を掘り起こしてあの作られたものです。まあ、それはすごく、まあ、貴重であり、あの丈夫であるということで、うん、これはあの全部あの使われていますね。それからあのここに書いてありますですね、あのこれがこうあの 広い時は難しいのに火が入ってます、火炎になってます。光流儀、あ流ですね、うん、これはあの、これは、遠隔寺の大徳寺遠隔寺の館長さんの、太田舞岩という方が一応書いたあれです、うん、まあ、大きな流がいるところということで、うん、人間が大きいという意味をなしてそうです、うん。まあ、神代の前はちょっと廊下がこういう感じで、廊下は歩かないでいただきたいと思います。これあのガラスのですね、特殊なあれでして、まあ、ベルギーから技術輸入されたもので、鉄器円筒法で作られたっていう、実際にあれだと分かりませんけど、そういう方法で作られたあれです。ちょっとあれ何が打っているのか感じがすると思いますけどね、うん、あのここは大隈さんの書斎と寝室になった。おお、あの、ただ見たことあるよ。昔ね、まだこの、あの、どこだってないもん、あの、こういう蚊帳をやって、蚊帳の中に何年も刺さない、こういうのをやってたんですね。こちらの方も一応みんな神代杉で、もともとですね、あの先ほど申し上げましたように、あと右足がありませんで、この、位置で、古川さんが一応作る前は、ここは、あの、乱暴のあれがあったそうです。それで、ここに、ガスでこう、あの、やったようです。実際には、あの、木造、木で、木の巻き火だったんじゃないかって、それだけ分かるんですが、その後、あの、これを、まあ、床の間に文化一芸さんが直したと、これもやっぱり竹もやっぱり素晴らしいでしょ、これあの、この竹ですよね、うん、太いようなけど、まあ、それであとこの傘ですね、これ銅製だとして銅、足音銅、10キロぐらいあるそうです、ちょっと測ったことないんですけど